安倍正都氏は、日本の官僚、政治家。厚生省老人保健福祉局長を経て、自由民主党参議院議員を務めた。山形県北村山郡、小田島村出身。山形県立山形東高等学校を経て、東北大学法学部を卒業。左目を5歳の時に、事故で失い、左耳も高校生の時に聞こえなくなった。大学時代。 障害者施設の花壇作りや農家に泊まり込んで、農作業を手伝うワークキャンプに打ち込み、活動を通じ、社会福祉の整備が手付け数になっていると痛感する。1966年4月、国の社会福祉の仕組みを築くために、厚生省に入省。1978年12月、橋本隆太郎厚生大臣秘書官事務取扱い。 1992年7月、官房審議官。1994年9月、老人保健福祉局長。1995年7月の第17回参議院議員通常選挙。山形県選挙区に自民党政調会長で県連会長であった加藤光一が社会党も乗れる人物と見て立候補を要請。結局、 自社の話し合いはまとまらなかったが、自民党の推薦と、医師会や司会師会の積極的な支援を得て、無所属で立候補、237,580票獲得で初当選する。当選後、自民党に入党を。加藤派、小里派、谷垣派に所属する。1998年7月、小渕内閣において、総務長政務次官。 1999年10月に参議院議員運営委員会理事に就任。2001年7月の第19回参議院議員通常選挙で再選。9月に参議院厚生労働委員長に就任。2002年7月参議院内閣委員会筆頭理事。10月に党副幹事長と政長厚生労働部会副部会長。2003年7月 参議院外交防衛委員会筆頭理事、参議院武力攻撃事態への対処に関する特別、委員会筆頭理事、9月、福田康夫内閣で、外務副大臣に就任。2007年7月、参議院選挙に立候補せず、政界から引退。2015年春の叙勲で、朝日、重光明受賞。2020年10月25日7時21分。 水臓癌のため、東京都内の病院で死去。77歳遺没、信生せよに、ありがとうございます。